上波賞は、源氏物語の注釈書。連覇師、里村上波により表されたものである。1563年に受けた、三条西金枝による、源氏物語の公釈をまとめたもので、1564年に作業を始めたが、1565年春の成立と考えられている。多くの写本が存在するが、署名が異なるだけでなく、内容にも異動が多い。 江戸時代に入ると、源氏物語の注釈書の中では、最も早く半本として刊行されて、広く読まれるようになったが、半本の記述には、広大の過筆の跡が認められる。本書は、現在は、著者の名前を入れ込んだ、上派賞という名称で呼ばれることが多いが、現存する写本によって、以下のように様々な署名が付けられている。しかしながら、 元々の著者によって付けられた署名は、内大に多く使用されている、源氏物語賞といった極、一般的な名称であったと思われる。本書は、以下のような全2 0巻20冊からなっている。切りつ母木ぎ宇つせみ、夕顔赤紫、末つむ花紅葉が、花園、酒木、花散る里、スマ明カシ、三尾つくし、よもぎう、関あ合わせ、昭風、 薄雲朝顔、少女、玉かずら、初音、古町、ホタルとこなつ、かがり火、のわけ、行行、藤士ばかま、巻柱灰子、藤浦場わかなじょうわかなしもかしわに、横笛、鈴虫湯切り、ごほう幻、におうみや、勾梅、竹川橋姫、椎のもと、あげ巻きさわらび、やどりにあずまや、浮船かげろう、手習い、夢浮き橋。ありがとうございます。